お題、ふるさと東京友達。東京に来て16年が経ちました。この間地元にロケで帰りました。ロケのスタッフさんがお昼に美味しい懐石料理があるとおごっていただきました。本当に舌鼓を打った。本当に美味しい。美味しいです。本当にこんな料理食べたことない。僕の地元にもこんな料理があるんですね。スタッフさんはそうですよね。本当に美味しいですよね。でもここのお店夜がもっとうまいんですと言った。料理は本当に美味しい。一匹5万円のカニが出るらしい。本当ですか？一匹5万円夜に一匹5万円のカニが出る。そこで記憶がフラッシュバックした。芸人を始める少し前、友達の福田くん覚えてるかい？ドライブをしていた。僕は助手席に乗っていた。国ちゃん、僕の近所に美味しい小料理屋がある。そこでカニ料理を出す。一匹5万円のカニ料理を出す。そこでは東京から芸能人がいっぱいこぞってくる。そしてそのカニ料理を食べては自慢そうに食べているんだ。国ちゃん、いいかい？芸能人になるのはいい。しかし生活水準は変えるな。心の水準は変えるな。国ちゃんにはそんな芸能人になってほしくない。国ちゃんはそういう芸能人でなく、普通の今の国ちゃんのままであれ。フラッシュバック、記憶が戻る。そうだ、思い出した。そうだ、この料理のここなんだ、ここなんだ。福田が言ってたのここだ。一匹5万円今は昼、夜5万円。そうだ、思い出した。ただありがたい。ありがてえじゃねえか。スタッフさんがおごってくれた。ありがたい。会計になる。僕はゆっくりと階段を降りてレジに向かう。そしてスタッフさんに挨拶をしようとしていて、隣を見た時に一匹5万円と映る芸能人、千鳥のぶ。何匹も何匹も千鳥のぶ、別日の千鳥のぶ。一匹5万円のカニと千鳥のぶ、千鳥のぶ、千鳥のぶ、全部千鳥のぶ。一匹5万円のカニを頬張るのぶ、もつのぶ、全部千鳥のぶ。のぶ、いいか、心を覚えとけ。のぶさん、いいか、そんな芸能人にはなるな。のぶさんの田舎から出てきた芸能人である。のぶさん、のぶさん、一匹5万円を自慢する芸能人だけになるな。ありがとう、のぶさん。一緒に頑張りましょう。お笑いを作りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。